浅尾慶一郎君。浅尾君。みんなの党の浅尾慶一郎でございます。まず平成22年度のですね、予算について質問させていただきたいと思いますが、私は来年度の予算は大変税収が少ない中で、多くの金額を使っているということで、これ、なかなか持続可能にしていくのが難しいんではないかなというふうに思います。で、時間があまりないので、こちらの方から質問すべきことについて数字を申し上げていきたいと思いますし、またかつても原口総務大臣のこの議論をさせていただきました。何が無駄かということは、なかなかその 100% 無駄なものっていうのは予算の中でなかなかないだろうというふうに思いますが、お金がないときにですね、取れるものは、社会通念から従って、おかしい支出、おかしいだろうと思われる支出にはメスを入れていくべきなんではないかなというふうに私は思います。で、実はこの間の公務員の人件費について、調べてまいりましたところ、ほぼ国と地方で総額で27兆円使われております。で、問題は総額で27兆円使われているということ以上に、1人平均の単価が国家公務員の場合が1047万円。地方公務員の場合で933万円という単価にあるんではないかなというふうに思っております。民間の企業はですね、この10年間で民間の平均給与というのは下がっておりますが、公務員の場合は上がっていると。で、なおかつ平均で1047万円払える企業が果たして日本の中にどの程度存在するかといえば、なかなかないんではないかなというふうに思います。で、これ、なぜ高くなるかということもいろいろと調べさせていただきました。なぜ高くなるかということをいろいろ調べると、決して公務員の、我々政治家も含めてでありますが、一番トップを常勤の職員という観点から言えば、事務次官ということになりますが、事務次官とそうでない人との差が極端に大きいというわけではありません。民間の場合は社長と、事務次官を社長というかどうかって、これ、いろいろあると思いますけれども、社長とその他の人の差というのは大きいわけでありますけれども、公務員の場合はそうではないと。国会議員も含めて、これは人件費にメスを入れるときには、国会議員の歳費も減らすべきだということをまず申し上げた上でですね、しかしながら、みんなが同じように高くなっているところに問題があるんではないかというふうに思います。で、同じように高くなる理由は大きく分けて2つあると思いますが、そのことについて、これから質疑をさせていただきたいと思います。1つは、いわゆる企業年金に相当する部分が、二重支給になっているということであります。民間は企業年金を一時金でもらったら当然のことでありますけれども、あとはもらえるのは厚生年金だけということになりますから、それ当然そういうそれ以上はもらえないと。しかし共済年金と厚生年金を単純で比較すると約9万円ぐらい。共済年金の方が月額で多いと。一方で公務員の退職金を計算するにあたっては、民間企業の企業年金を一時金で支給した分も合わせて計算に入れていると。これはかつての自公政権の時は、なぜ職域加算というその共済年金が多くなるのかということの理由の説明として、公務員には守秘義務とかその他身分上の制約があるというのが理由の説明として当時の竹中大臣からされておりましたけれども、先般内閣委員会でこのことを原口総務大臣に質問させていただきましたところ、その答弁は引き継がないと。すなわち今職域加算を支給する根拠というのが竹中大臣が言っている根拠ではなくなっているということであります。私はこの職域加算あるいは退職金のところで企業年金分を調査に入るということをいずれか一つやめるべきだというふうに思いますが、この点についてこれは戦国大臣の担当になるのか、あるいは原口大臣の担当になるのか、ご担当の方、ご担当の大臣からお答えいただければ結構でございますが、早急にここにメスを入れていただきたい。ここにメスを入れるだけで、国、地方を合わせて1兆8000億円の財源が毎年作っていくことができると思いますので、そのことについて、どういう手続きでどのようにされるか、伺ってまいりたいと思います。戦国大臣。今の職域加算の話はですね、公務員人件費というよりも、むしろ年金制度をどう変えていくかという観点からも考えませんと、その簡単に今の段階でこの職域加算をエイヤーと切るということは、
大変難しいというふうに私は思います。で、人件費の問題でなぜ公務員人件費が高くなるのかというお話でありましたけれども、私はやはり公務員の給与、特に幹部公務員のところは早急にですね、あるいはまあ幹部じゃないところも含めて、やっぱり業績給的な民間のやり方とか、あるいはちゃんとしたカーブをかけるようなですね、カーブというのはこう お山形のカーブがかけるような、そういう給与体系を持ち込まないと、いつまでたってもこう年功序列賃金で右肩上がりだけというのはですね、これはもう時代に合致しないと、そういうふうに思っております。浅尾君。私の質問をもう一度、これはまあ原口総務大臣の方のご担当になると思います。もし職域加算がなかなかやめられないということであればですね、だとすれば民間企業の退職金の調査を入るときに、企業年金を一時金で払った額を調査するのをやめればいいだけなんです。単なる退職金だけを公務員に支給すれば、すぐにでも民間とイコールフッティングができると思いますが、なぜそういうふうにされないんでしょうか。原口総務大臣。浅尾委員にお答えいたします。一緒の党だったときからこれずっと追及してきたことですから、そもそも官民の均衡の観点、これがやはり一番大事だというふうに思います。その上で、先ほど仙石大臣がお話をしました、例外なき一元化、年金の一元化、このためにどうするのか、これ、小泉政権の時も一回ですね、今おっしゃっている職域部分を廃止するという法案、これ、自民党政権もお出しになってるんですね。ただ、それは審議未了、廃案になっているというふうに思いますので、今、浅尾委員のご指摘をもとに、私たちも積極的に検討していきたいと思っています。浅尾君。くれぐれも申し上げておきたいと思います。私は別に誰をどこを削ったらいいということをですね、そのためだけに言っているわけではありません。予算というものは 100% 無駄なものはないと思います。当然人に、公務員ないしはその OB であった方に行くお金というのは、その人にとっては大切なお金であります。しかし例えば、前原大臣もお越しでありますけれども、これ質問しませんが、JAL という会社は、企業年金が高いということで、それも減額するということになりました。我が国の財政は、例えて言えば JAL にかなり、規模はもちろん違いますけれども、近いような状況で、自ら変えていくとすれば、民間とまさにおっしゃったように、民間にない制度にはメスを入れていくというのが、当然の考え方ではないかと。なおかつこれが、月々1兆8 年, 年間1兆8000億円という金額になっているということであれば、これにメスを入れていくのが当然でありますし、問題があるということを分かっているとすれば、あとはですね、いつまでに明日すぐやれったって、それはいろんな人の生活にもつながっているわけですから、段階的になくしていくでいいわけでありますけれども、そのプログラムを出すのが私は責任ある立場だというふうに思いますが、そのプログラムをいつまでにどういう形で出されるか、もし、想定される答えがあればお答えいただきたいと思います。原口総務大臣。お答えいたします。これ国家公務員のさまざまな基準についてはですね、それぞれ調査を行っているわけです。で、今、浅尾委員がお話しのように、私たちは行政刷新会議で仕事のあり方、電子政府も含めて、クラウド化といったことも考えているわけです。例えば、旅費の支給業務をなさる方々、これ、官民比較で見たら、大企業じゃ一人でやっているものを各部署でやっているようなものもある。だから、その仕事そのもののあり方をどう変えていくかということも含めて、仙石大臣、あるいは新しくなりました枝野大臣と相談しながら、工程を作ってまいりたい、こう考えています。浅尾君。質問の趣旨はですね、二重支給になっている部分は早急に、しかも法的な根拠も不明確なものは早急にやめろということでありますが、そこについて明確にお答えいただけないということであれば、次の質問に移らさせていただきたいと思います。で、次の質問というのはですね、先ほど1047万円平均であるということを申し上げましたが、もう一つ高くなる理由はですね、単純に言うと、誰もが毎年1年間経つと、
定期昇給に預かれるという、その仕組みにあるわけであります。でかつてはですね、国家公務員法上は、これ、勤務成績が良好なものが定期昇給に預かるというふうに法律で書いてありますが、人事院に解釈を確認しましたところ、かつてはなんと、年間40日以上の欠勤がない人は定期昇給、勤務成績が良好だという解釈をしていた。つまりは、有給休暇に加えて39日までは欠勤があっても、年間6000円ないし7000円の定期昇給に預かれる、したがって、国家公務員の産休というのは32号法まであると、32年間黙ってても上がっていく仕組みに、しかも、39日までだったら欠勤があると、あっても上がっていく仕組みになっていた、だそれがもろもろ重なって、1047万円という平均、人件費になっているということでありました。でこのことを国会で指摘をしたところですね、人事院は、解釈を変えましたということを言いました。どう変えたかというと、年間2日以内、欠勤は2日以内、つまり3日以上欠勤がある人は勤務成績良好というふうにしないというふうに変えました。私はこれ一歩前進かなと思ったんですが、合わせて勤務成績が特にいい人は通常の倍上がりますと。これどれぐらいですかと聞いたら全体の 5%、勤務成績がその次にいい人は通常の 1.5 倍上がります。どれぐらいですかと聞いたら、その次の 20%、つまり上位 25% は、今までよりも上がる幅が増えたということであります。ちなみに、こういう人事制度を取った場合には、人件費の総額を一定にしようと思ったらですね、下位の 5% は上げない。0円にしなきゃいけない、それから下位の 20% は、5割しか上げないというふうにしなければいけないんですが、今申し上げた、下位の 5%、20% というルールはないですよね、このことの確認だけ、これは人事院にお答えしていただければいいと思いますが、お答えいただければと思います。人事院、襟川剛志総裁。公務員の場合には試験で採用しておりますので、ですね、基本的には皆さん一生懸命仕事をしてもらうというのが基本でございます。で、特によくできる人には高くしておりますが、低い方は基準を決めておりません。麻生君。ですから、何を申し上げたいかというとですね、この新しい制度を入れた結果、上がる方は 25% 自動的に増えるわけです。これ 5% というのは割り振りですから、5% は倍上がる。20% は 1.5 倍上がると、ですから人件費は増える方向になっていて、総額人事プール制というのを取った場合にはです、ね、これは増えるということだけは指摘をしておきたいと思います。でこういうものにです、ね、メスを入れていかないと、歳出削減というのは、できないということを申し上げさせていただいてです、ね、次の外交関係の質問に移らさせていただきたいというふうに思います。で、まず外交関係の質問に入るにあたりましてです、ね、今日は岡田外務大臣がお越しでございます。で、これは質問通告をしておりませんが、ちょっと外務大臣の所見を伺いたいと思いますけれども、今日しか聞けない質問でありますので伺いますが、私が民主党にです、ね、離党届を出したときにですね、岡田さんはそれを受理されずに除籍になりました。で一方で石川さんは、これはですね、少なくとも収支報告書にですね、虚偽の記載をしたということは認めていると。つまりは何かその悪いことをした人は別に除籍にならないけれども、単に離党届を出すと除籍になるということについて、どういうふうに思っておられるかということと合わせてですね、私と同様に離党された地方議員の方がおりますが、この人たちも除籍になっています。で、これ、彼らは別に単に離党届を出したということだけで除籍になっておりますが、その解釈についてどういうふうに思っておられるか、岡田さんに伺いたいと思います。岡田外務大臣。まず地方議員の扱いは本部で決めたものではないと思います。正確なご質問ですから、あの時のことを思い出しますと、浅尾さんはその時に、次の内閣の防衛大臣という要職にありました。そして選挙区において民主党の公認候補がいながら、離党されて、そこから立候補されると、こういうことですから、除籍したのは私は当然のことだというふうに考えております。今回の石川さんの件に関しては、これは党の機関に諮って決定されることだと、常任幹事会で議論されることだというふうに思っております。麻生君。別に自分のことをどうこうということを言うつもりはありませんが、少なくとも地方議員のことについてはですね、
事実でありますし、そのことについて別に何かその倫理委員会が開かれたということでないという事実だけを申し上げさせていただきたいというふうに思います。続きましてですね、外交関係で、まずこれ国土交通省に伺った方がいいと思いますが、平成20年のですね、6月にですね、これ台湾の遊漁船と海上保安庁の巡視船との間でですね、放水合戦があったと。これは我が国の領域内で放水合戦があったのか、それとも領域の外であったのか、そのことについて伺いたいと思います。前原国土交通大臣。委員おっしゃるように、平成20年6月16日に尖閣諸島の領有権を主張する台湾人活動家が乗船した台湾船籍の遊漁船が、台湾海岸、巡防所所属の巡視船に随伴され、尖閣諸島周辺の領海内に侵入し、領有権所有活動を実施したと。その時に退去させるために海上保安庁の巡視船が警告を行ったが、その際遊漁船の前方に放水したと。その後、その数分後、意図は不明でありますが、台湾の巡視船が海保の巡視船から離れた位置で、短時間、約1分間放水を行ったことは確認をしておりますが、放水合戦ということではなくて、向こうのは全然届いてないと、しかも1分、したがって、巡視船が放水の応酬をしたという事実はございません。麻生君。交互に放水をしたということだと思います。時間的に言うと、先に、日本側が放水し、その後台湾側が放水をしたということだと思いますが、私はですね、この台湾の問題で一番の懸念は、実はその台湾はご案内のとおり、その二大政党制のもと、総統選挙をやるところでございます。で、このことについて、一番私自身が懸念をしておりますのは、台湾と中国、一つの中国という議論がございますが、台湾側の世論がですね、その一つの中国という中で、台湾の船が、その尖閣諸島で、この場合はお互い海上保安庁類似の組織というふうに理解をさせていただきますが、放水合戦ではないけれども、放水行為を行うというときに、一つの中国と言いながら、中国側が何らか助けないのかということを、台湾の世論がインターネットを経由して、中国の世論に伝播し、中国がインターネットでそのことを、中国でも国内でそういう世論というか、声が起き上がる、そうなると建前上、中国は一つの中国と言ってるので、同じ中国の海上保安庁的なところが、放水合戦ではないけど、放水に受けるということになれば、手助けをしなきゃいけないということが、結果としてですね、日本と中国との間の緊張を高めるんではないかというふうに思っておりますが、それが一番の懸念でありますが、その時に時間があまりないので、最後の質問に入った方がいいと思いますが、岡田外務大臣はですね、核の先制不使用ということに非常にこだわるというか、それいいこと、建前上それがダメだというつもりはありませんが、かつてですね、冷戦期にヨーロッパで、NATO 軍がワルシャワ条約軍に通常兵力で負けているときに、ヨーロッパ諸国が最後まで核の先制不使用ということをアメリカに言わせなかったという事実を認識されているかということと、我が国が置かれている地政学的な関係は、今申し上げましたとおり、場合によっては台湾世論が中国世論に伝播する可能性があるということも含めて、その中でもあえて先般、パリに出張したときに、元オーストラリアの外務大臣でありますエバンさんがですね、アメリカのクリントン国務長官に対して、岡田外務大臣が核の先制不使用は日本のためにしなくていいという書簡を出したということを、多くの人の前で言っておられましたけれども、その事実と今のもろもろの経緯を含めて、どういう認識を持ってられるかということについて、ご答弁を伺いたいと思います。岡田外務大臣。冷戦期におけるヨーロッパの国々の核の先制使用に関する認識というのは十分承知しております。それから私のことに関しては、私の外交演説でも述べておりますし、それから私のクリントン長官と、それからゲーツ長官に対するレターは、手紙はですね、これは記者会見でも公表しておりますので、ぜひそれをご覧いただきたいと思いますが、私は先制不使用を今、
やるべきだと言っているわけではありません。私が申し上げていることは2つ。1つは消極的安全保障、核を持たない国に対する核の攻撃、そしてもう1つは目的を唯一の目的にする、つまり核の目的は核による攻撃ということに、核抑止に限るということ、この2点について非常に興味深いテーマであるので、ぜひ日米間で検討してみたいと、そういうことを申し上げているわけでございます。前原国土交通大臣。短く、仮に台湾に対して中国が協力をしようということになったとしても、尖閣諸島は日本の固有の領土でありますので、海上保安庁としてしっかり主権を守るということでございます。麻生君。これにて麻生君の質疑は終了いたしました。